皆さんこんにちは、アルファアドバイザーズの清水です。今日は MBA 受験に関するご質問にお答えをしていきたいと思います。アルファでは11年間今までトップの欧米アジアトップの MBA に皆さんを合格させてきています。はい、で最近はね、以前にも増してご相談も増えているので、ちょっと皆さんのご相談内容をこちらでもお答え共有していきたいと思います。今日はアルファ代表の入澄さんにも入っていただいています。入澄さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、では早速今日のご質問です。キャンパスビジットでパーソンズ、コーネルテックなどを同行させていただきました男、過去30歳です。今アルファ YouTube のまずはスコアメイキングしてから出願した方が良いよの嘘を見ました。完全に目が覚めました。改めてなのですが、MBA 受験のご相談させていただいてもよろしいでしょうか、というご質問です。はい。アルファではキャンパスビジットツアーっていうのをね、毎年やっています。最近はちょっとこう自粛とかがあるので、ちょっと頻度はね、減ってる。今はちょっとできてないんですけれども、それに来ていただいた方ということですね。はい。で、ちょっとね、多分 MBA 受験をこうお仕事が忙しかったりして、どうしようかなって言っていたところに、アルファのこのスコアメイキングしてから出願した方が良いよの嘘を見たと。それで、MBA 受験しようとか思い立たれた方ですね。はい。スコアメイキングしてから出願した方が良いよの嘘は、ぜひ MBA 受験を考えている方は見てほしいと思います。簡単に言うと、スコアメイキングしてから、普通は MBA 受験。まずは TOEFL とか、まずは GMAT って、結構そういう認識の方が多いんですけれども、アルファは、ね、全く逆の考えをしてるんですね。はい。ちょっと入澄さんにもそのあたりをお話しさせていただきたいと思います。入澄さん、コメントというか、ご回答をよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。まさにこの方はよく覚えてて、で、特にアートとか、テクノロジーに興味があって、で MBA もその最近はテクノロジーの勉強を組み込んできてる MBA がすごく多くなってきていて、でかつそれで STEM にして卒業後ですね、アメリカでも働けるというプログラムにしているというのが、主流になってきているということですね。なので、そこに興味があるという方だったと思います。で、いろいろと見て刺激を受けて、多分おっしゃる通り仕事も結構忙しくなってっていうことだと思うんですけれども、あとそのスコアメイキングしてから出願した方がいいよっていうのは、こういう動画を出しているので、YouTube で見ていただければと思うんですが、そもそもなんかこうあるじゃないですか、TOEFL とか GMAT とかのスコアメイキングしないと出願できないみたいな思い込みありますね。私もね、結局は、私は大学院に行ったんですけど、MBA 受験を最初しようと思って、こう資料をいろんなところでもらったりとか、なんか体験会に行ったりとかすると、いや、まずはTOEFLですね、みたいな、そもそも土俵に乗れないみたいな話を結構されて、ちょっと不安に思いましたね。TOEFL、1年半年ぐらい準備しないとダメなのか、みたいなね、結構思いました。だからもうそういうふうに最初に思わせてしまっている人たちがいるのはすごく良くないと思っていて、で、あとはこの前言ってたのは、なんかインタビューとかでも英語を話さないといけないから、まずはTOEFLやった方がいいですよって言われて、50万円のTOEFL講座を申し込んじゃいましたみたいな人がいて、もうはっきり言って、インタビューなんてエッセイの内容をこう聞かれてそれを答えるだけだから、しっかりしたエッセイを作って Q&A 作って、それのその英語でどう話すかっていう練習を2、3回やればですね、ほとんど受かるんですよね。そんなTOEFLをやらないとインタビューに対応できないってことは一切なくて、でだからなんか多分頭の中で皆さんそのスコアメイキングをしてないから、出願にはまだ遠いなっていう思い込みが多分あると思うんですよね。で最近はそれこそもうエグゼクティブアセスメントとか GMAT、ミニ GMAT みたいなテストなんですけれども、それだけで行ける学校とか TOEFL とか IELTS も必要ないみたいな学校もどんどん出てきてるんで、なので本当にテストスコアを
スコアメイキングは大事なんですけども、それがないと出願できないというような方向性では全然なくなってきているから、であと30歳っていう年齢を考えるとですね、やはりもう早く行った方がいいと。だいたい今いつもそれこそ MBA っていうのは本当別にフルタイムの MBA でも38歳とか39歳で入る人たちもいるので、その年齢的には別に大学院なんで入れるんですけれども、大事なのはその後じゃないですか。その後の就職活動を考えた場合には、やはり早く行った方がいい。で、具体的には卒業時に32歳は超えない方がいいっていうのはいつも言っていて、そういうことで、外資系のコンサルとか金融とか皆さん行きたがるんですけども、そういうところはだいたいそれぐらいのレンジの人たち、だいたい25、6ぐらいから31、2歳ぐらいまでの人たちを取っていて、33、4とかだと、ちょっとフルタイムの MBA で取るにはちょっとなっていう感じのになってしまうんですよね。ミッドキャリアだとかだとまたちょっと目線が違う、目線とかポジションが違うんで、35歳前後だとまた違うんですけれども、フルタイムの、すごい簡単に言うと、例えば学部卒で普通22歳とかじゃないですか、23歳とかね。で、25、6歳で学部卒ですって言われてどう思いますかっていうのとほぼ一緒の意味なんで、だとするともう30歳という年齢を考えるとできるだけ早く行った方がいいと思うので、ぜひ出願の準備をしましょうということだと思います。はい、ありがとうございます。そうですね、このスコアメイキングについてはですね、YouTube の最後に、こちらですよって動画の案内も出しておくので、ぜひ皆さんご覧ください。アルファではですね、この MBA 受験の対策少しだけおさらいしたいと思いますけれども、こちらに書いてありますような8項目を、準備サポートをしています。はい、特にこのキャンパスビジット対策とかですね、面接対策とか、なかなかこう自分では、ね、難しいっていうようなところも、かなりサポート、手厚くサポートをさせていただいています。はい、で今年もトップ MBA 合格、非常に、皆さん素晴らしい、あと奨学金付きで MBA 合格された方もたくさんいます。ぜひですね、皆さんこちらの、トップ欧米アジアトップ MBA、コロンビアとか UC バークレー、ハーバード、スタンフォード、オックスブリッジ、HQST とかですね、世界中のトップ MBA の合格がぐっと近づきますので、ぜひアルファの個別指導を頼っていただければと思います。はい、ご興味のある方はいつでも無料相談していますので、よろしくお願いいたします。無料相談ご希望の際は YouTube の概要欄にあります無料相談はこちらからというところからよろしくお願いいたします。皆さんとお話できるのを楽しみにしています。はい、入澄さん、それでは今日はこちらで失礼します。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、失礼いたします。